ボリュームすごいですね。炊き込みご飯にお味噌汁に鶏天、サラダにさらに小鉢、充実しすぎてます。大分市岩田町にやってきました。先ほどの映像からも分かるようにボリューム満点のランチがいただける新店さんが登場です。大分市岩田町、 OBS からもほど近い場所にあるおうちご飯五郎。その名の通り、ご近所さんの台所の雰囲気で営業しています。おうちご飯五郎の20秒チェック、よいしょ、スタート。店内は和を感じる落ち着いた雰囲気。右手にはカウンター席が2つ、左手には小上がりのテーブル席が3つ、広々としていますね。この発泡スチロール何でしょうか。さらにテーブル席が3席、掘りごたつになっていてゆっくりとお食事楽しめそう。さらに個室もありますよ。おうちご飯五郎、五郎さん、違うんですよ、てっきりお店の方の名前かなと思ったんですが、嫁さんのお父さんのあだ名だったんですよ。もともと宮古町でやってたんですけど、その時にちょうどお父さんが亡くなられて、そのあだ名を取って、そこから来てるんですね。こちらどういったメニューが楽しめるんですか。お昼と夜とモーニング、朝もモーニングもされてるんですね。発泡スチロールの箱が気になったんですけど、お弁当を中に入れて保温してる状態ですね。朝昼晩とさらにお弁当もそうですね、している、もうすべてコンプリート。そうそうそう。まずご用意いただいたのが鶏天定食になります。ボリュームすごいですね。そうですね、食いしん坊なんで鶏天山のようになってますよ。そうこれこそてんこ盛りってやつ。鶏天のタレはポン酢とお店秘伝の特製ダレの2種類。柔らかくてサクサクと美味しいありがとうございます、うん、とってもジューシーですね。そうですね、もも肉使って、しっとりとしていて、肉汁がこうじゅわっと出てきます ね。衣が本当に軽くてサックサク、薄めな感じで揚げてるんで、うん、下味がついてます。入りのお母さんの隠し味をヒントにあ、そうなんですね。スパイシーとは違うんですけど、しっかりあの奥深い味というか、そうなんです、味が染み込んでるんですよ。これ秘伝なんですね。そうなんですよ。ご飯が毎日やってるわけではないんですけど、炊き込みご飯が数量限定になるんですけど、じゃあ今日はラッキー。そうですね海苔とあと大葉も乗ってて、そうなんです。優しいお味でこれもあのしっかりと染みてますね、味が。大葉がこう爽やかで、そうなんですよ、うん、大葉を。ご飯すごくもちもちなんですけど、いろんな食材、あのエリンギだったりこんにゃくだったり入ってるので、この食感の違いが楽しいですね。そうですね、お店オリジナルのタレで。さっぱり、またポン酢とは違った、より爽やかな、そうですね、ちょっと柑橘系の、うん、そうですね、あ、鶏天とよく合いますね、うん、このタレがすごく美味しい。そうなんですよ、好きな人はもう本当好きで、うん、あの酸味が効いてるんですけど、結構奥深い味がありますよね。このタレ人気じゃないですか。そうなんですよ、どうやって作ってるん、はい、ってよく言われるんですけど、ぜひ聞きたいです、はい、来てくれたらすぐ教えますとろっとしていて、これも出汁染みてますね。染みてますか。全部ご飯が進む味付けなのでペロッといっちゃいそうですねそうですね、うん、続いてご用意いただいたのがスパイシーチキンとおでんの日替わり定食。美味しそうなんですが、ご飯の量大盛りです、これがうちのすごくずっしりきます。そうなんですよ、ちょっと大盛りにしてみました
チキンが進むんで、はいはい、もうご飯が進むと思います。どうですか？ご飯に合いすぎです。 ありがとうございます。いやこれ美味しい。結構本当にスパイシーな。そうなんです。これ元々は唐揚げ揚げるやつを間違えて焼いてしまったんですよ。そこから生まれたメニューです。お肉も柔らかいんですね。しっとりと本当にジューシーで、これは止まらないですね。ご飯。そして気になったのがこれおでん。この時期におでん。そうなんですよ、うん、結構おでんないって言われるんですよね。おでんといえば大根なので、私は、うん、いい味染みてる。染みてますか？染みてる。これはいいけど日本酒飲みたい。持ってきましょう。持ってきましょう。お弁当は月火木金の4日間販売。電話でのお取り置きもできますよ。